12球団最後の胴上げが1球団だけおかしい件、こちらです。阪神、2022年02月23日。どういうこと？ナチュラルヨシク 2.23 事件。阪神はヨシク抜いたらいつが最後の胴上げになるの？普通に気になるんやが。2005、よいわって阪神以外もやってなかった。やってるわけないやろ。あんまプロ野球をバカにすんなよ。ソフトバンクおかしくね。2020はコロナ禍で密回避のために胴上げせずマウンドで万歳してたやろ。胴上げ監督として歴史に名を刻んだやの。ロッテもそんなもんか。なんやかんやどのチームも日本一にはなっているんだな。今暗黒のチームも10年後には黄金時代来てるかもしれんから今は我慢の時だ。オリックスがこんな強くなるとは思わなんだし、何が起こるかわからんよな。中日は親会社が変わらない限り暗黒は続いていくよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。